では1分間で自己 PR をどうぞ。野端七瀬慶明大学薬学部3年です。好きなものはシウマイ弁当。食べるときは手前におかず、まずあんずから次にシウマイにタケノコご飯、ここで紅生姜を挟んでブリからの唐揚げにいかずにシウマイ。嫌いなものは店員のゼロ円スマイルと野端測る私の父です。うるさいかつ臭い匂いがするということは、やつの体から出た物質の分子が空気中を拡散して私の鼻からこの体内に入ったということになります。マジ最悪です。なのでそんなやつが社長をやっている御社への入社なんか全く希望しません。こっちからお断りです。ですといえば、私は今デスメタルをやっていまして、世の中の不満へのレクイエムをミサで叫んでいます。以上です。あ、今度のお店聞きに来てください。バンドの名前はタマシーズです。お元気ですか。死ぬぞ。タマシーズのミサへようこそ。ここで嫌なこと忘れちゃっていい。この世は不満だらけ、絶望だらけ、死ぬの英語曲言っていい。いきますです。一度死んでみた。です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 、です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 、です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 、です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 。うるさい、しつこい、あれしろこれしろ、イラつく。子供の頃からそうだったんです。白雪姫は王子様のキスで生き返りました。ありえない。え、人工呼吸だな。大丈夫ですか、大丈夫ですか。キスですよ。キスです。待て、こうも考えられる。びっくりした、子供の夢が。これが静電気。やってみろ。世の中、実験と観察だ。人生は実験なんかじゃないです。人生は観察なんかじゃないです。花火の色は元素の炎色反応だ。赤は炭酸ストロンチウムが燃えた時の色。ちょっとやめましょうよ。緑は硝酸マリウムです。まさに。酸化銅、チタン合金、アルミニウムです。せっかくの花火が理科の実験になっちゃうじゃない。七瀬は大きくなったら立派な研究者になりなさい。真っ白いお断り。あんたの言うこと聞く気はゼロ。水平リベ僕の船。あの数字の元素は11ナトリウム32ギルマニウムです。今何時何分。ケイ素時マンガン粉です。まさに。原子番号ごっこやめましょうよ。世の中すべては元素の結合。お前もいろんな元素が組み合わさってできてる。三、はい。水平リベボ。縛られすぎて吐きそうなんです。余計な干渉やめてほしいんです。絶対に。スマホはバカになるからやめなさい。化粧は資源の無駄だからやめなさい。バンドなんて今すぐやめなさい。うちの会社に入って私の研究を継ぎなさい。あんた死ぬほどうざいんです。だから死んでくれ、死んでくれ、一度死んでくれ。社長が先ほど急に亡くなりました。マジですか。おはようございます。
が40歳男性から総額800万円もの大金を騙し取った疑いで逮捕されました。お金かけて若くなって何したいのやらしい。野畑製薬に入りなさい。つばって男性と交際していました。この若返り薬がこれ本当に実用化されたら人類の歴史がひっくり返るぐらいの大発明なんですよ。若返りの薬なんか作って儲けようとするやつがいんのが許せん。私の研究を継ぎなさい。死ねはやめなさい。製薬会社の娘なんだから。そんな歌歌ってるらしいじゃないか。やめなさい。臭い。いや臭くない。臭い。いい。そうの糞の匂い。やめろ。これ。やめろ。臭い。いいか。これは近親相関を避けるために匂いによって自分に近い遺伝子を生殖行為から遠ざけるためで、私が臭いわけではない。やめなさい。もうシュッシュも。バンドも、チン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 、やめなさい。ここよー、ここよー、じゃないよお母さん。研究室ということ。おお。お父さん。おかしいでしょ。こんな時でも仕事って。社長、奥さんが。すまん。まだ行けない。いや、先ほど。あんたは間に合わなかったんです。家族より仕事を選んだんです。いつも自分のことばかりです。デスメタルだよ。デスデス言って丁寧なだけじゃないか。そもそも立てる指間違えてんだよな。社長に送信。ああごめん。いや全然気がつかなかった。ああ大丈夫です。僕存在感なくてゴーストって呼ばれてますから。ないよね君存在感。ああほらちょっとクリーニング代払うから後で連絡ちょうだい。布袋さん、スカウトに来たんですか。法廷で、法廷。法廷見に来たんだけどさ、もう帰るわ。こいつら、今月中にデビューの目処つかなかったら解散らしいです。彼女、歌に魂入ってねえよな。魂図なのに魂がない。だからつまりただの図だよ。図。図。じゃねえゴーストガン。ただの図。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 うるさいな。最近よくいるよね。七瀬に何の用なんだよ。
社長の命令で見張ってます。命令？命令？見張る？見張る？すごい妄想だな。愛がマックスまで行くと見張るよね。いやそういうんじゃなくて。じゃあどんな仕事してんだよ。薬。薬やってんのかお前。それであの妄想は？ダメそれ、ダメ絶対。よし警察呼ぼう。やってない。いや、あの若返る薬の開発してるんです。若返る薬？それでうちの会社狙われてるんですよね。この人完全に行っちゃってるよ。やべえよ薬さん。薬さんじゃない。薬さんどうぞ一杯。あ、僕お酒ダメなんで。どうぞ。いや本当にダメなんで。あ、いや本当に。お前ら俺の言うことは死ぬ気でやれ。おい集合かけたら飛ぶんでこい。おい、あやってえぞ薬さん。お前は動くな。です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 。私の研究を継ぎなさい。言ってること分かんねえ。くそーやち信じま、お断りします。悪い話じゃないと思いますけど、野端社長。お断りします。2回目。シラスおろしです。赤貝の薬の研究については残念ながら御社がリードしている。しかしあなた方は経営が厳しい。どうです、我々はアトソン製薬と一緒に完成させようじゃありませんか。その可能性は、シラスおろしの中に小さなタコを見つけるより低い。それそこそこ可能性高いです。あら、じゃあ小さなクジラだ。あら、クジラ探すの。すいません。人は若さと健康には金を惜しまない。若返る薬があればいくら出しても買いたいという金持ちだらけだ。まだスベスベだろ。オペタつついてみ。あ、なんでお前らつついてる。すいません。はい、一丁上がり。え、俺の携帯。うん、うわ、かわいい。いや困りますよ、こういう極めて不自然な写真。肩苦しい。確かに私たちの会社は苦しい。しかし先月から経営再建のプロがいらしてくれました。渡部です。責任を持って野端製薬を立て直していきます。あなた方の力は坊主のヘアドライヤーほど必要ない。君の例えはよくわからんな。全くいらないということです。相変わらずの理想論だな野端。では失礼します。田辺さん、なんでお前みたいなバカな奴をゆり子さんを選んだんだ。ゆり子の話はやめろ。後悔するぞ野端。ね、知り合いなの？昔同じ研究室にいた後輩だ。ちょっと会ってね。あ、田辺社長ニュースになってる。そほら見てくれ、トップだよトップ。これは我々のロミオの研究内容がなぜ。情報が漏れてるな、内部から。かっこいい、ね、かっこいい。地面上司だよ。先まで地獄かよ。いい加減見張んのやめてよ、うざい。社長命令だから。社長が死ねって言ったら死ぬの？死なないよ、なんで会社のために死なないと。じゃあなんで見張んのよ。人を助けたくて製薬会社入ったんだけど、
何やっても向いてなくてさ。そんな時社長がお前の特技を生かした仕事があるって。え、それが？君の観察、存在感ないから目立たなくていいんだって。私まで実験と観察か、あのクソ親父。私絶対製薬会社なんかに就職しない。弁当、もやしもう一皿。中華、ラーメン食えよこのもやし野郎。お、中華だけに。中華、出てけ。うー、エンマさん怒った。ね、素朴な疑問。何？なんで父親が嫌がることばっかりすんの？は？君って何がしたいの？え？遅いな、松岡。はい。いたのか？ずーっと。すごいな、その存在感のなさ。まあ、人と違うところはみんな特技だ。褒められてる気がしません。我思う、ゆえに我あり。デカルト。怖い。それはオカルト。デカルト、哲学者。悩んでる時点で君は確かに存在してるってこと。どういうことですか？目に見えるだけが存在するということではね。大事なのは存在する目的。何のために生きるのか。まあそれがない人は存在してね、死んでるのと一緒だ。はあ、死んでる。ああ、で、七瀬の様子は？ズーです。ズズ、安心してください。あいつら魂ないんでデビューなんかできませんよ。おう、図か。でもなんで見張らせるんですか？ん、まあ、研究者になってほしいのに急にデビューするとか言い出した。観察の必要がある。そんなの直接話せばいいじゃないですか。まずは観察だ。まあ生意気ですね、あのデスデス女。私の娘だ。あ、いや、ずっと気になってたんですけど、これって。いつか宇宙に行くのが私の夢でね、真似事で作ってみたんだ。科学ではまだ解明できないことってたくさんあるからな。うん、出かけたぞ、行ってくれ。失礼します。社長、ワトソンの田辺さんが至急。くそ、誰もいない。います。おお、いたのか、ゴースト。社長見かけたら教えろよ。行ったか？え？え？その狭いロッカーの中で着替えたんですか？特技だな。はあ。人と違うところはみんな特技。まさに。まあ何の役にも立たないけどね。ああ、そうだ。ちょっと研究室行かないか？はい。図か。
うまいこと言うね。魂入ってないってさ、今年中にメジャーから声かかんないと。まあ魂図解散やな。もう最悪だよね。郷ひろみのクリスマスディナーショー9秒で中止だって。そっちかい。ああ、クラウンホテルのやろ。ジャパン、チケット買ってたのに。ヒロミゴータンってほんと年上好きだね。ジャピン、あの人年取らないよね。ジャピン取んないよね。ジャピン、あ、やっべ、クリスマス空いちゃったよ。ジャピン。ナナさん、私一人の方が好きなんで。ジャピン。じいさん、名前で呼んでくださいよ社長。藤井さん、この2日ぐらい顔見なかったけど。いや、忙しくてちょっと死んでました。ああ、社長、ワトソンの田辺さんが至急連絡を取る。必要ゼロですよね。おい君、若返りの薬ロミオはどこまでできてるんだ。それがロミオを作ってる途中に別の薬ができちゃいまして。別の薬だ、ね、うん、これ少しだけ死ねる薬。ん？少しだけ死ねる薬。うん、一錠飲むと一度死ねますが、ちょうど2日で生き返ります。使用上の注意をよく読んで正しくお亡くなりください。ピンポン。ピンポンじゃないよ。なんで死ぬ薬なんて作るんだ。絶対売れないだろ。はい、そもそも治験してみたのか。新薬の治験はまず自分でしないと、これが主義なんでね。自分で。さっき言ったでしょ、ちょっと死んでたって。あ、本当に死んでたのか。はい、この名前はジュリエット。ロミオとジュリエットで。ほら、どうぞ。仕方ないよ、じいさんなんだから。変なもん作らないで、早くロミオ作れ。ロミオ、あの、もう2日ほど死んだように寝てからでいいですか。あ、え、あ、いや、寝たように死んでからでいいですか。ややこしいから任せる。ああ、うん、じゃあちょっと行ってきます。そっちに行く。おい、死んでないでロミオの研究しろ。これがラストライブね。ラストか。さすがに死ね死ね歌ってのばれたら就活やばいし。就活？第一志望生命保険会社でさ。そら死ね死ね言ってたらやばいわ。私は就職しないよ。だよね。でも4月に永久就職します。え、結婚ってこと？相手は。付き合ってたの？え、なんて知らなかったの？俺も就職する、鉄道会社に。この人山手線とか好きだし。山手線、ほら電車の音とドラムの音って似てるやん。全然似てないから。え、就職します。絶対しない。出た、社長令嬢。はあ、死ぬほど会社回って一つも内定もらえない人だっているんだよ。ね、それってさ、本当にやりたいことなの？じゃあ聞くけどさ、七瀬の本当にやりたいことって何よ。社長、社長、あれ、社長、社長。社長。ん？なんだこれ。いやー、だからワトソン製薬にはもうあの田辺社長だけには先を越されてはいけないんだ。早くスパイを暴き出さないと。一つアイデアが。
なんだ、一度死んでみてはどうでしょう。死ぬ、私が。そうです、このジュリエットで。ああ、じいさんのあれか。社長が死ねば必ずワトソンの息のかかった奴らが動きます。それを観察すれば一網打尽。なるほど、まさに実験と観察ってわけだな。観察は私にお任せください。2日後社長は生き返る。これは誰もやったことない実験です。渡部君、君はやっぱ優秀だな。この秘密を知っているのは私と社長の2人だけ。善は急げ、死にましょう。ああちょっと待ってくれ、娘にきちんと話しておかないと。いいえ、敵を欺くにはまず味方を欺けです。あ、そうかそうか、うん、ではこれを。はい、使用上の注意をよく読んで正しくお亡くなりください。あ、使用上の注意。ああ大丈夫です、それ読まなくて。これは捨てちゃダメなんだって。もう大事なこと書いてあるのにみんな読まないで。いえ、そんな細かくいいですよ。細かいことが大事なの。社長、うん、そろそろ。分かったよ。では行ってまいります。生き返りづらくなるから派手な装飾とかやらなくていいからな。はい、うん、ああ行かれる前にこの書類にサインしていただかないと。おいおい、死ぬまで仕事させるつもりか。すいません、まいったね君。こちら。ああ大丈夫ですか。ああこちら。うん、これ。はい、うん、はい、そしてこちら。はい、はい、最後にこちらお願いします。ああ、もう少し、もう少しです、もう少しです。はい、ありがとうございます。うわ、なんだこれ。これが死ぬ時に見るという走馬灯か。科学的だ。あ、何でしょう。LINE の履歴消しといて。最後に気にすんのが LINE かよ。それより社長、ロミオの研究データはどこに。データはない、ハッキングされるからだ。研究ノートに全て。研究ノート、古臭い人だな。原始的だが一番安全な。それはどこに。あそこにパスワードをかけて閉まってやる。あそこって、妻に聞いてくれ。いやでも奥さんはもう。あ、じゃあパスワードは、一番大事なもの。一番大事なものって。はい、一度死んでくれ。社長、社長、社長。23日、14時2分、ご臨終です。マジですか。残念ながら。そしてこちらが
社長の遺書です。え、新社長は私の娘野畑七瀬とする。サポートはすべて渡部に一任する。私が新社長？無理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 、やだ。お嬢さんはショックを受けてらっしゃる。早く社長のもとへ。あ、僕が？早く。はい、じゃあ新社長。社長やんないって。いや、いいんで。はい、お願いします。だからね、やんないって。おい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 、うわ、死んでるよ俺。いらっしゃいませ。誰だお前。お元気ですか？私は死んでいます。あの家をお連れする案内人の日野と申します。非科学的だ、うん、じゃあ三途の川の方へ行きますか。はいはい、ああ、今出ます。はい、じゃあボート一層。はい、いやいや、2日で生き返るからここで大丈夫です。はい、お気持ちお察ししますけどね、今ちょうど年末で混んでまして、この時期ね多いんですよ。行かないって行きましょう。行かないって。混んじゃう。行かない。並んじゃう。もうってしないのね。行こう。食堂に安置されてます。食堂、こちらです。本当？これ、本当です。先ほど一度お亡くなりになりました。一度？あ、いや、一度きりの人生を終えられました。え、うそー、何この顔。そう、これが三途の川か。ですね。で、こちらが死後の世界です。どうしたどうしたどうした。俺あっち行かない行かない。もう諦めて諦めて。ほら落ち着いた。座って座って。おい、ヒヨコ。あー、ヒヨコ。いやいや、何やってんの、何やってんの。あなた久しぶり、元気か。相変わらず死んでるわ。俺も元気だけど死んだ。あ、そうっすね。どっちよ。会いたかった。会いたかったけど、まだ会いたくなかったわ。何それ。よくわかんない顔してるね。2日だけ実験で死んでみた。はあ、また実験。まさに。七瀬にはちゃんと話してきた？いや、話しては。あなたはいつもそうじゃない。話さないと伝わりっこないんだから。いや、2日だから。でも2日って何？あなた今死んだらぶっ殺すわよ。奥さん、うん、怖いね。殺されちゃうよ今死んだら。言ってることも複雑で分かんないんですけど。いや死んでんだよね。だから死んでんだよね。死んでるだよ。使ってない。だからまだ川渡れてないんだよ。だから立たないで。ほら、もう行かない行かない行かない。行かない。気持ち悪い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 。わかった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 。何のか分かんないけど分かったから。許さないで。一回戻ろう。一回戻る。一回戻る。一旦戻ります。はい。またね。またね。何？気持ち悪いのちょっと。ごめんなさい。生きてる時から胃が弱いんだから。あ、本当に？ああ、よかったよかった。戻れて。うん？で、死因は何なの？いや、それが。じゃあ司法解剖しましょう。司法解剖、うん、そんなのしたら死んじゃうよ。死んでるからするんじゃない。いや、それはやめます。じゃあなんで死んだのよ、こんな変な顔で。それは君があんなに死ねって言ったからだよ。え、言霊ってあるんだよ。言葉の力ってすごいんだから。言霊。そう、言霊、言霊の力がすごいんだから。して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 し
これやばいよ。ちゃんと教えてあげた方がいいって。渡部さん、本当に死ぬなよ。何死んでんのよ。なんで最後まで自分勝手なのよ。クソ親父。はい、クソ親父です。デスデス娘を担ぎ上げるとは、さすが渡部君だな。任せてください。すぐ役員会で合併を決めてしまいます。ついにおかしくなっちゃった。やばいなこれ。鳴らせ鳴らせ鳴らせ、聞いてくれ。これは実験で2日で戻るから。2日で。くそい、くそい。あれ、声は聞こえないの。ちょっと、ちょっと、臭くないって。あれ、消えた。君今誰と話してたの。いたって、いたんだって。だから誰と。いたんだって。え、2日じゃ成仏しないのかな。は2日。あ、ね、なんか隠してない。うん、別に全然何も。あれ、あんた今首苦しくない。え、何、え、何、嘘つきは呪い殺すって。え、あー、締め出した。いや、ちょ、待って、やめて、やめて、やめて。ちょ、ナルス、ちょ、社長、やめてください。本当のこと言いますから。いいなさい、社長、ほら。はい、実は、見たんです。見ました。社長、はぁ、実験、2日で生き返る、しかも若返りの薬を。はい。最低、まんま死んでろ。ちょっと待って、これには陰謀の匂いが。匂い、こいつの実験にはもううんざり。うお、ちょっと、やめ、人にかけるもんじゃないでしょうが。お母さん、ほっといて。若返りの薬研究してたとか絶対許さないから。クソ親父。ちょっと、いい匂い。なんか親子にしか分かんない匂いがあるらしいですよ。ゾロ。ゾロ、え、なんすかそれ。いや、で、その匂いを感じるときに霊の姿を見ることもあるらしいですよ。だから七瀬には見えたんだ。そうでしょうね。でもまあ、もう声は届かないっていう。もっとちゃんと話しておけばよかった。みんなそういう思いを抱いて川渡ってんでしょうね。なんで生きてる時に気づけないんだろう。でもまあそういうことばっかでしょ。失って初めて気づく、気づいた時にはもう遅いって。
大事なもんほどそういうもんだ。いつでもできると思ってたことほどいつでも急にできなくなるって。これ人間ってなんで前もって後悔できないんですかね。はあ、確かに死にたくなっちゃいますねこんな話してっともう死んでるけどなんなんだこの何事もなかった感は。おはよう。おはよう。てか社長死んだって。そうなんだ。てか今食堂に安置されてるらしいよ。マジじゃん。マジで。昼ご飯どうすんの。いや勘弁してよ。どうすんの昼ご飯。俺より昼ご飯の心配か。まあ現実はこんなもんなんじゃないですか。どうします、コンビニ行きます。コンビニ、はい。デリバリーは。デリバリー、デリバリー。社長が急にお亡くなりになりまして。でぶっちゃけここでいくらにします。横並びの5,000円で年末出費多いし個人ってもっと敬うもんだろ。もう少し悲しんだりしないもんかね。ね、役員で5,000円だもんね。役員の皆さん、社長亡き今ワトソンとの合併の件についてですが。お、ついに本題に。これで内通者が分かるはずだ。とりあえず進めるってことでよろしいですか。あ、どっちでも。そう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 。は？では進めます。天国の社長もきっと喜んでらっしゃると思います。喜んでねえよ。ねえ社長、そっちじゃねえよ。ここここ、たっ、わったべお前。でも社長化けて出るかも。そう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 。反対してたからな。意外とネチネチしてるから。あの人ネチネチ今もこっそり見てそう。見てますよ。もうそ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 う、まさにこんな感じで。まさにまさにお化けなんていません。そう、非科学的なってことで合併はなしで解散。え、ちょ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 待ってください。ちょちょ待ってください。え、ちょっと、いや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 、いや、ひでえ会社っすね。そうっすね。大丈夫っすか。だべ。待ってください。ちょっと話し、失敗しただと。どうするつもりだ。研究ノートは必ず手に入れます。渡部。はい。死んでる人間を殺しても殺人にはならないよな。はい。告別式やらないんだ。結構すぐ焼いちゃうんだね。焼肉みたいに言わないでよ。でも告別式やらないと寿司食えないんだよな。うん、確かに寿司うまいよな。ただ酒も飲めないしな。ああそうか。クリスマスやることないから告別式行きたかったな。確かに。何これ。どうしたの。あんたの勘当たってたかも。11時から仮装。え、死んだのが14時2分だからこれ生き返れないじゃん。誰？こっち来て。え、知ってます。でも自業自得ね。え、助けないの。助けないわよ。ちょっと待てよ。ねえちょっと待って。え、なんで。え、なんで。やっぱ存在感ないわ。はい、存在感なしなしなし。
野端七瀬21歳ですです言ってるだけでデスメタル、それじゃただの遅れてきた反抗期なんじゃないの？あんたモテないでしょ。彼氏いない歴21年図星でしょ。彼氏くらいいたわよ。で、嘘つくときは耳を引っ張る癖がある。本当は助かってほしいと思ってる。思ってない。本当大っ嫌い。耳ちぎれちゃうよ。ちぎれないし。僕は社長の情熱半端ない感じ好きだけどね。じゃああんたが助けてあげればいいでしょ。めんどくさいやつだな。社長はあの薬を飲む前君と話したがってたよ。何を？生き返らせて本人から聞けよ、このタヌキ女。はあ、私猫に似てるって言われてるんですけど。タヌキは哺乳類、猫目。タヌキも猫？おい猫タヌキ、猫タヌキ。あー、もう猫タヌキ。まだ社長に言いたいことあるんだろう。たくさんあるわよ。生き返らせて死ぬほど文句言ってやる。作戦立てるぞ猫タヌキ。リバンナゴースト。この静電気野郎。すいません、よく言われます。いいんじゃねえ。メリークリスマス、もやしサービス。店長サンキュー。亡くなってから2日後が25日の14時2分。仮装をそれより先に伸ばす。何か理由作らないと。君演技できる？めちゃめちゃうまいわよ。そう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 。渡部さん、告別式はやりましょう。わかりました。七瀬嬉しい。出た、スマイルゼロ円。ってことで、申し訳ございません。あのデスデス娘、どうやら全ての葬儀場を予約でいっぱいにしろ。はい、松見セブン葬儀場です。ただ葬儀場です。はい、わかりました。はい、失礼します。ダメだ、葬儀場どこも空いてない。俺じゃ告別式できないよ。あ、一箇所心当たりが。え、どこ？ジャパン。ジャパン。ジャパン。はい、空いております。クリスマスのディナーショーがキャンセルとなりました。あの、そこをお借りできますか？利用目的は。葬儀？葬儀はうちでは。あの、ライブですね。うん、あの、デスメタルバンド、タマシーズのクリスマスミサ。デスメタルミサ、タマシーズクリスマスミサ。ミサ、何ですかこれは。なので仮装の時間は午後3時に延期します。午後3時。え、それじゃ引き返ってしまうじゃないか。ホテルで告別式とは。何としてでも察しろ。そうだ。あ、ダメだ。ねえ、缶オケが全部売り切れ。ポチる？ポチるって？あるよ缶オケ。え、マジ？うん、当日お届け便。お、全部売り切れた。嘘。
当日お届け便でーす。おっ、それ楽しみやわ。クリスマスミサ聞いたよ、そこのゴーストさんから。ありがとうみんな。何そのドヤ顔。何このキャモン。あとはお坊さんか。この花輪が黒いのはデスメタルです。このお写真はジャケット写真です。これじゃあ家で修正しますです。これは当日キャロリバーです。これはスワーメンです。こんな服はさすがに。あ、それはだったろう。こんな偏屈者と一緒じゃん。はい。この人頑固だけど、自分勝手だけど、ブッサイクだけど、おいおい、でもみんなの名前覚えてくれたんだよね。偉いとか偉くないとか関係なく。私の名前間違えてたけど。え、そうなの。一生懸命だったね、薬の開発には。人の命を救うのが自分の仕事だって。一人でも頑張るんだよ。なんか臭。匂うかい。うわー、シュシュ。これ熱そうだな。ねえ、クソ親父ってどんな人だった？空想親父。まんまじゃん、うん、空想親父ね。夢を全力で追いかけてる。夢？うん。私のバンドには反対するくせに。うん？君はさ、それが本当に夢なの？君の歌にはなんか君が存在してない気がするんだよね。え、私がいない？うん。派手な格好してとりあえず反抗してるだけに見える。はあ？目に見えることだけが存在じゃない。大事なのは、大事なのは存在する目的。何のために生きるのか。まあそれがない人は存在してね。死んでるのと一緒だよ。何それ？社長に言われた、奥が。これやっぱ変だよね。なんか顔がうるさいよね。顔はうるさいんだよね、ちょっと。なんだろうね。お腹空いたでしょう。これ食べる？これ大好物。ねえ、その食べ方。ん？なんか変？いや、別に。これ、ただのストーカーだから。観察です。ねえ、今日クリスマスイブって知ってた？そうそう、忘れてた。クリスマスケーキ。買ってきてくれたの。ろうそく、あれでいっか。ズボメリークリスマス。メリークリスマス。
来た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 。クリスマス予定とかなかったの？あるよ。君の見張り。え？こら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 まつか。うまい。生クリーム。ラブコメか。あぶねえ。ちっだよ。ごめん、ビビッとくるとこだった。ビビッと。なんであんな人と結婚したの？ビビッと来たのよ。ビビッと。ちょっと待ってね。こうすれば静電気は足から地面に放電される。あなた理屈っぽいね。よし。では今夜は親子水入らずで。え？あ、安心して、外にいるから。じゃ。ビビッと来ないじゃない。あんたが安心してるじゃん。いや邪魔。安心してください、俺も外に出てますから。一緒に寝るの久しぶりだね。まずいねえ、まずい。うわー、出たー。お化けじゃねえよ。保湿くらいするわ。はい、時間が早められてる。え、25日11時から告別式、火葬場には13時。間に合わない。ねえ、焼かれちゃう。あらそれ怖いから取って。え、早く生き返らせる方法ないの？薬作った本人に聞くしかないな。ああ、ダメだ。いい。ああ、どうもどうも。うん、やっぱ13時。うん、ポート一層お願いします。はいはいはい。あ、待てよ。え、どうした？どうした？何？
これこれこれ、行け行け行け、さっぱりなんだか分かんないいや、あんたやっぱコミュニケーション能力低いわ。何これ、深呼吸みたい。これ、これこれこれ鼻から入って息息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 息ね、息ね、息ね。ピョン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 、カエル、あ、息、カエル。なるほどね。かわいそうに、よっぽどショックだったんだね。歯が痛い。違う。ほほほほほほ。あ、ほほほほ。生き返る方法は五三。ゴミだ。カタカナカタカナカタカナカタ。ゴミ。ゴミ。そうそうそう。それはバッコ。ここ何あの子、あ、見えてないもんね。うわ、つっくりだ。なんか、あ、あった。早く生き返らせる方法は、ダメだ、書いてない。ちょっと待って、こういうのちゃんと全部読まないと。あ、研究ノート。研究ノート探そう。ん、ここではない。ここ、え、あ、なんでそこ見ないの。そこ見ないで。そう、うわ、何これ。いや、それは忘年会の出し物で。変態だねこれ。最低だ。もう死にたいの。もうあなた死んでらっしゃいますから。あ、そうか。パスワードか。どうせ誕生日でしょ。え、勝手に見ないで。ちょっと待って、ちょっと助けんのやめようかな。うわ、お、かわいい。あ、いや、それ勝手に送ってくるんだって。あー、ほんと最低。だから違うって。今シュッシュやめよう。やめて。じゃじゃじゃ、だから何やってんの。お母さんに。毎日連絡してる。君との約束通り、七瀬の安全はしっかりと見張っています。教わったレシピの通りに味噌汁を作ってます。お袋の味のはずです。七瀬は特技の科学を生かして野端製薬を継いでくれるといいんだが。いいんだが。君の治療のため開発していた薬から若返りの薬ができそうだよ。あの日病院に行かなかったことを今でも後悔してる。なんとか間に合わせて助けたかった。君がいなくなることが怖かった。ごめん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 。言わなきゃ分かんないよ。バカじゃない。あれ、だからロッカーに入るの好きだったんだ。君のお母さんって今どこ？ここよー！ あー！ ここよー！何これ？あー！ここよーってどこよ？ここだー！おー！
ード？パスワードは一番大事なもの。一番大事なもの？きっと君だよ。大体そういう話になるって決まってんだよ、こういうの。ほらー。ああ、私じゃないんだ。実験。観察。お前らに任せる。やれ。いいですね。宇宙。違う。君の名前、元素記号並べたみたいだなって。 N 窒素、O 酸素、バリウム、タンタル。タンタル原子番号73。全部元素記号だ。前言ってたわ、お前は元素の集まりだって。窒素7、酸素8、バリウム56、タンタル73、ナトリウム11、ナトリウム11、セレン34。一番大事なものは。すごい。これだ。これ、ロミオのデータが全部書いてある。ジュリエットのこともあった。高電圧の電流を流すことで通常よりも早く生き返らせることができる。行こう。その研究ノートは俺たちが預かる。おじさん。はい。今日は自宅でお過ごしください。君だけでも先に、さあ早く。五輪銃です。何もくれ。ノートやでよ。ノート、ノート。出ることわかんねえよ。くそーやし、くそーやし。信じま、この野郎。新島へキックだ。すごいですね、猫だるくさん。さん付けやめて。行くよ。はい。おい、やつら絶対中入れるな。火葬場に電話しろ。早めに遺体を焼いてしまえ。なんだか賑やかで楽しそうっすね。藤井さん、本当に聞く。ああ、よく死んだ。いや、二日死んだらすっきりですよ、渡部さん。あれ、なんか疲れてません？それないよ。どうです、死んでいます？何言ってんだよ。やめろお前。何言って、やっべ。
あの人完全にいっちゃってるよ。やべえ、聴衆来たー。リアルミサあ、もしもし、あのズーが今からライブするんですけど、来ます？強行手段だ。おい、マスコミを手配しろ。行け行け。おい、これじゃ入れないわ。もう少し待とう。いいでしょ。いや、何この家だって。南国宇宙服でかも髪ぺったりで、これ情報多すぎる。南国ってこれあれですよ。あれうわ、何これ何これ何これ、すごいセンス。何これ、うわ、見たくないな。何この口。いや、これなんでこんなのかな。ちょっと待って。ちょっと、え、何、死んでる。おー、ほんとだ。違う、分かってる。遅いな、二人とも。もう始めよう。中止してください。これじゃ葬儀ですよ。独居してるじゃないですか。あ、いや、ドラムソロですよ。ドラムソロ、ほら、よく聞いてください。山手線の駅名を言ってるだけです。バカな、山手線、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、山手線だ。いや、しかしこれじゃどう見ても。さあ、これでどうですか。お、いいじゃん、いいじゃん。だから派手な装飾やめろってば。これは新しい個人の意思です。違います。本当、死人に口なしっすね。まさに。ミサ、させてください、親友のお父さんのために。おい、即刻葬儀を中止させろ。これは明らかにライブです。どうなってもいいんだな。余計なお世話です。予定通り行くぞ。あ、では皆さん、最後のお別れです。お花で個人の旅立ちを飾ってあげてください。貸した3000あったよな。香典から抜いといたから。あ、利子もつけといた。君は新しい宇宙の旅を始めるんだね。社長もきっとこの会場のどこかで皆さんに微笑んでいるでしょう。ここだよ。続きまして、個人の盟友でもあるワトソン製薬田辺社長より合併記者発表を行わせていただきます。合併だと。まあ、マスコミ各社の皆様、ありがとうございます。ただいまより、挨拶をさせてください。そんな時間はありません。部長命令です。皆さん、ご愁傷様。お元気ですか。今夜もミサへようこそ。魂図
水平リベ僕の船、涙の海に溺れそうだけど、大事な人はあなただと、失って初めて気がついた。あんなにうるさく感じた声を聞けない、今が寂しい。当たり前の幸せが懐かしい。水平じゃわからないことって、この世にもまだあるんだね。おい、あいつを止めろ。無理です。あ、これはいいライブだ。なんだお前、魂入ってんじゃねえかよ、バカ野郎。ゴーストいつの間に。気がつかなかった。なんて存在感がないんだ。そういう関係か。いや、俺そういう趣味ないよ。やめてやめて、本当本当やめて。あ、まずい、行け。お父さん。はい、これで告別式は終わります。さあ、出航です。お父さん、戻ってきて。早いとこやってしまえ。急げ急げ。でも足元気をつけて。遅かったね。お父さん、今死んだらぶっ殺すわよ。さようなら、社長。
なんだ？なんだ？みたいなもんだよ。棺桶も社長の特技。お父さん、今死んだらぶっ殺されちゃうからさ。くっそ臭いね、うん、渡部君、君の言う通り、死んでみたら全てが分かったよ。目に見えるものは幻想で、見えないものが真実だった。大事なものは目に見えないものばかりだ。あ、君の姿はまあよく見えたけどね。2日間死んでいた人が生き返りました。これがノバタ製薬の技術です。すいません、なんかやっぱボトキャンセルで。はいはいはい、ご生還おめでとうございます。ありがとうございます。一度お亡くなりになってみたご感想は？あ、一度死んでみるとよく分かりました。いや、普通に生きてることがいかに大事なことなのかと。ノバタ製薬では若返る薬ロミオの開発中だとか。ああ、それについてですが、新社長のノバタ七瀬です。父が一度死んでみて分かったことがあります。それは、気持ちは言葉で伝えないと伝わらないということだから言います。若返りの薬なんてクソです。そんな薬で金儲けしようとしている人間もクソです。だから私たちで開発して、この手で封印します。私は大事な人と一緒に年を取っていきたい。少しでも長く、その大好きな人の声を聞いていたい。父が一度死んで生き返ってくれて、私はやっと気づきました。薬って大事な人を助けるためにあるはずです。ちょっと待った、新社長解任を要求する。渡部、見ろ、社長の遺書にはこうある。問題が起きた時には新社長はその場にいる一番年長の者の指示に従うこと。そしてあなたはサインしている。あら、確かに私のサインだ。ということはここでの最年長者が意見決定者だ。それじゃあ私だな。残念だったな。ノバタ製薬は本日をもってワトソン製薬と合併する。ロミオの開発はワトソン製薬が引き継ぐ。ちょっとすいません、すいません、すいません、あ、すいません、すいません。申し訳ございません。なんだ。私が最年長です。何バカ言ってんだ若造が。田辺さんおいくつです？60だわ。おう、私は80歳です。あ、
試験で飲んだら効きすぎちゃいまして、ロミオ。若返っただと？はい。ちょっと待て、じいさんっていうのは藤井さんだからじゃなかったのか？うん、リアルにじいさんだよ。あなた最近入ったから知らないんだよ。そうそれ早く言えよ。あの渡部君、君クビ。それと田辺さん、お探しのものはあそこに。ゴースト一度間に。飲みを乗せたらどうするつもりだ。あの夜行きです。ご愁傷様です。お疲れ様でした。いやー、じいさん助かったよ。いやいや、ね、ありがとうございました。うん、80歳でこの顔は辛いぞ。年を取るってのは取らないともらえない権利だな。わかる？はい。わからないだろう。いや、はいって言ってるし。わからないと思いますね。じいさん、じ、耳遠いんだよな。どう？メジャーデビューしてみない？すいません、あのちょっとやってみたい仕事が見つかっちゃいまして。そう。ね、お父さん。ちゃんと言葉にしないと分かんないぞ。残念だ、実にもったいない。やりたいこと見つかったね。ジャパン、ジャパン。御社への入社を希望します。お待ちしてました。科学だけじゃ分かんないな。あ、ご入社おめでとう。びっくりした、いたの？存在感ないね。はい、取りますよ。はい、新入社員でーす。新入社員か。何？え？なんかスーツかなんか叩けるよ。いらないし。あれ？We'll be right back.
お前存在感出しすぎ。ダメ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 、静電気でビビビって。あ、実験と観察です。